報道が愛してないんだよね、俺のことは、うん、愛が足りないんだよね、そこじゃない？いや、好きじゃないよ、多分。うん、そっけないよ。なんとなく、なんか惰性だよね、なんか一緒にいたからそのままで、うん、俺が重いの、体の相性はまあ気持ちいいっすね、めちゃくちゃ気持ちいいっす。愛が感じられないんだよ、愛を塊で欲しいんだよ。プライベート欲しいとかじゃないでしょ、だって付き合ってるんだよ、だって、うん、だんだん好きになっていく女の子は連絡がないんだよ。いや、タンパクじゃないらしいよ、どうやら前の彼氏の時は、うん、ニコマみたいな女は無理だ。ニコマちゃんもうちょっとで帰ってくるんです、分かんないけど何時とか言わないんだよ、もうちょっとして俺に見えるんだよ、だからちょっと不安なんだよね、乾いてるよ、家も教えたくないですね、ちょっと今そんな気分じゃないです。政治の対応の注目、うん、寝たふり、うん、神経質、ケッタの最低の連絡、そうなんだよ、感情抑えてる、焼きそばはいいな、駒の食品のとこも加えた後わちゃわちゃしてる前回、そうなんだよ、あれはでも付き合ってないからさ、なんとも言えないんだよ、そこは責めらんないんだよ、整形してないんだよ、うん、あー付き合ってもすぐに愛してるって言えない、言ってくんないと、覚えてないです、恋バナ、ストレートで言ってくんないかな、恋したくなってきた、え、あ、ノアちゃん来た、あ、おはようございます、言われるのうざい、ノアちゃんツイッター見たよ、なんか布団のシーツ変えたね、えらいよ、綺麗になった、頑張ってるね、伊藤さんもうちょっと帰ってくる、昨日から帰ってくる、フィルタスコ、連絡ね、心配だよ本当に、私のためじゃないかもしれない、何もしてないよ、家でうるせはあった、照れてる、いや、わかんない、何考えてんのか、おじさんにはさっぱり、年がなんか11個も離れてるとね、わかんない、何考えてか、若いから、約一回り違うとわかんないね、離れてる、いい子なんだけどね、連絡つかなくて、
35時間ぐらい経ったな、もう。やきもちっていうか心配してるね。何も考えてないよ。おもてなししたよ。あ、してねえな。どうしてね。試してるんだよ。試されてんの、これ。連絡はつくんだけど、電話出ないんだよね。ガリガリになっちゃう、マジで。飯も食えないよ。心配で。痩せちゃうよ。カップラーメン1個でお腹いっぱいになっちゃった、今。男という。恋ダイエット。35時間ぐらいですね。いや、美人も教えられないですね、ちょっと。電話出ないんだよ。本当に好きなんだよ。にゃんにゃんどんちき。にゃんにゃんママ。にゃんにゃんママごめんね。付き合っちゃったよ。めちゃくちゃ可愛いママだ。池袋の昨日ハメ外したらよくよかった。どうだろう。まあマイナス思考だからあんま考えない。ガリガリやろ今。心配すぎで、仲良くね。ガリガリやろ。いや、花火あげても教えたくないです。やつでしょ。食欲ないんですよ、うん、耳残る。皆さんナイスボタンを、ね、お願いします。右下の今来た人ナイスボタン。遅いなぁ、マジで、マジで遅いわ。元気になるという。電話してみようかな。わかんねん、場所が。心配だよ。電話出ねえし。出ねえしな、電話。これ、絶対帰ってこないパターンあるな、今日も。嘘だろ、これ。帰ってこないパターンあるよ、今日も。どうしたらいいの、俺。したらいいのこれ。帰ってこないパターンあるよこれ。電話出ないよ。電車じゃない、ダイエットだこれ。きついよ、泣きそうだよマジで。泣きそうはいいわ。合宿じゃないよ。で帰ってこないの、これ電話出ないし。草次郎いるから来ないよ絶対。電話出ないよ。一緒にいたいじゃん、だって。極ペア、極ペアもきついけどね。影響してないでしょ。病んでくるわ、もうマジで。カレンちゃん状態だわ、これ。怪しいよな。
でも電話出てくんないかな。意味ないよなこれ。言ったんだけどね、電話出ろよって。出かけてもいいけど、心当たりないもんだって。薬飲んじゃうかな、もう俺。酒飲んじゃうかな、もう俺。やめてるけど、今18年やめてるけど、酒飲んじゃうかな。喧嘩したわけじゃないの。電話嫌いとかないでしょ、って。電話出てないもんね。LINE で既読ついて帰ってきただけど、今起きた、もうちょっとしたら帰ります。近所なんだよね。分かんないんだよ、場所が。暴れちゃうね、多分飲んだら。草次郎も多分外に出しちゃうかもしれない、暴れて。俺もお前も自由になれっつって、解散だからっつって、ウサギもなんか外に出しちゃうかもしれない。俺たちは捨てられたんだって、自由に生きようって。全部外に出しちゃう。どこに行くか分かってない、ね、場所は分かってないけど、その一緒にいる人は分かってるけど、うん、悪いかもしれない、分かんないです。でももう完全にこれ捨てられたでしょ、これ。警察犬じゃないんだからさ、冷めるタイプどうだろう。